ですね、寝る前に寝っ転がりながらやるだけで翌日めちゃくちゃ痩せるストレスを今日は紹介したいと思います。次の日デートがあるとかお出かけする予定がある人とかはね、必ず寝る前絶対にこのストレッチやってください。それでは一緒に頑張ろう。はい、そしたらまずは股関節回しからやっていきます。30秒です、手でね持ってこういう回すように、ポイントはですね、とにかく大きな円を描くようなイメージです。早くなくても大丈夫ですからね。皆さんどうですか？一緒にやってる皆さん、見てるだけの皆さん偉いですよ。そしてね、呼吸吐きながらね回していきましょう。この時ね、足が、股関節コリ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 になるとか、ね、コキコキになるって方、痛みがない場合全然気にしなくて大丈夫です。大きな円描いてください。痛い方は、ね、無理しないでちっちゃくね、やってください。関節回しね、大事です。OK。はい、そしたらですね、今外に回しましたね。次、逆側に回していきましょう。いきます。30秒です。よいしょ。で、しっかり呼吸してください。ね、呼吸めちゃくちゃ大事です。動画の中で特に厳しいことは一切言いません。センサー持っても何しても大丈夫なんですけどね、呼吸だけ必ずしてくださいね。呼吸をしっかりするとね、ダイエット効果がめちゃくちゃ、上がるのもそうなんですけど、そもそもやっぱりより辛くなってしまうんですよ、息に止めるって。なのでね、できるだけなるべくね、楽してね、一緒に痩せたいので、呼吸だけしっかりしましょう。私もね、ママに言うのでね、呼吸だけ意識してください。OK。そしたらですね、次は片足ずつ回していきましょう。いきます。30秒です。そこ回しです。ふーっと呼吸して、で、さらに余裕あるって、ふーっと呼吸吐きながらですね、背中を潰すように、ふーっと吐き切る。息を吐き切ってお腹をへこませます。そうするとね、お腹やつもしっかり、ね、お腹やつにも効くのでね、かなり代謝も上がってきます。ふーっと吐きます。で、スーよりね、吐き切ることの方が大事なのでね、息を吐くこと意識してくれたらいいかなって思います。OK。はい、じゃあ次こっち行きますよ。30秒です。でもね、なんかね、ストレッチとかだったらまだね、呼吸できても、なんかきつい筋トレとかあるじゃないですか、ちょっと腹筋とかね、そういう時ってね、ついて、息止めがちだと思うんですけど、私もね、最初ね、ほんと息しながら、吸う方がなんか、難しいなと思ってたんですけどね、ほんと慣れれば一気にトレーニングとか楽になるので、そこだけ、ね、意識してくれたらなって思います。大きく広げて、5、4、3、2、1、OK。はい、そしたらですね、足を曲げたらぐーっとね、斜め手前、こっちで斜め手前に、こうちょっとね、膝を抱きかかえていきます。30秒です。ふーっと呼吸吐いて、そうです、頑張って、そうですよ。お尻、この辺ね、伸びてたら OK ですよ。ちょっとわかんないなとか、ちょっとね、右とか左とかにね、ちょっと微調整してみてください。この辺伸びてたら OK ですよ。とりあえず、ここが伸びてたら OK、そうです。頑張って、そうです、伸ばして、息は吐いて、ふーっと吐いて、余裕があったらですね、です。皆さん、ほんと素晴らしいですね。ことね、寒い中、なかなかね、体動かないと思いますけどね、寒い中やってる方がダイエット効果上がるんですよ、本当に。もうダイエットのね、ボーナスステージだと思うんで、頑張りましょう。はい、こっち行きます。30秒です。抱きかかえて、ぐーっとお尻伸ばします。伸びてたら OK。ちょっとね、斜めですよ。こっち。そう、頑張って。ふーっと吐いて、息吐いて。あ、伸びてますね、お尻ね。余裕があるし、ちょっとこういう感じでバランスさせてもいいですよ。そうです、頑張って。もうほんと皆さん素晴らしい。そうです。伸びてますか？オッケー、そうです。息吐いて、息だけは止めないで。OK。はい、そしたらちょっとね、こういう感じで足パタパタさせていきましょう。いきます。3秒です。これでですね、かかとをね、お尻を、ね、蹴るみたいな。そういう感じ。で、そしたらちょっとふくらはぎも潰れると思います。ちょっと蹴る。パタパタ。どうですか皆さん、ちょっとね、なんか血流良くなってきますよね。ストレッチでも十分汗かきますよね。しっかりね、最後まで頑張ればね、ほんとね、かなり体すっきりするので一緒に頑張っていきましょう。もうね、寝る前ストレッチしてる人めちゃくちゃ意識高いですからね。もうその時点で周りと差をつけてるので、ね、ほんとに。よいしょ。はい、そしたら足伸ばしますよ。伸ばしたらつま先を上下上下、これ膝曲がっちゃっても大丈夫です。伸びてたらまあ理想ですけど、曲がってたら大丈夫。いきます。30秒です。よいしょ。上下上下で、ふくらはぎ伸びてたら OK。 そうです。ふくらはぎはね、第二の心臓と言われているので、しっかり伸ばしてあげると体の血流めちゃくちゃ良くなるので、あとね、歩き疲れた日とか
めっちゃ気持ちいいですよ。じゃあ、こんなの皆さんやってるだけ偉いですからね。もう見てるだけの人も偉いですからね。YouTube ね、面白い動画たくさんあります。その中でね、見てるだけでも、もうとにかく自分のことね、褒めてあげてください。OK! はい、そしたらですね、そのまま足ちょっと広げます。膝ね、曲がっちゃっても大丈夫ですからね。伸ばせたら理想ですけど。そしたらですね、この状態でちょっとこういう感じで、バーンズさせます。内ももとか使うんじゃなくて、股関節を伸ばすようなイメージ。いきます。ちょっとね、しんどいですからね。いきます。30秒です。よいしょ。バーンズさせます。股関節伸ばす。そうそうそう、伸びてる感じがあったら大丈夫です。内ももとかね、ちょっと、つらけたら、手をね、こう支えてあげても大丈夫。膝を。全く同じようにできなくても大丈夫ですかね。例えばね、なんかやってる中でこう体が硬すぎるとか体力がね、追いつかないとか筋力が出ないとかいろいろあるとは思うんですけど、もうできないな、本当に伸びしろです、できない分だけまだまだ細くなる健康になるとね、いうことなので、もうポジティブに考えてください。本当にやってる皆さん勝ち組ですからね。 OK、 はい、そしたら足伸ばします。伸ばしたらですね、太ももを持ってふーと体に寄せていきます。この時でですね、膝の曲がっちゃっても大丈夫です。曲がらないのが理想なんですけど、これ、ね、この時裏もも伸びたら OK です。いきます。30秒です。よいしょ。近い呼吸吐いて裏もも伸ばす。私もね、裏ももカッチカチなんですよ。本当に硬い。裏もも硬すぎてちょっと膝伸びないんですけど、もう伸びる方はね、もうどんどんぐーっとね、私以上にできると思いますけど。よいしょ。呼吸入って、ちょっと余裕あったらこういう感じで、そうです。素晴らしい。そうですよ。一緒にやってる皆さん素晴らしいです。本当に。よいしょ。OK! はい、次こっち行きます。30秒です。で、なんかもしね、近くにタオルとかある方がいたらね、これ引っ張ってグーッとね、やるとめっちゃ伸びますよ。でもね、本当にちょっと痛いんですよね、あれ。ストレッチもさ、やりすぎると結構苦痛ですよね。本当に痛い。あんま無理はしないでね。自分のできる範囲でやっていきましょう。皆さん、本当に偉いですよ。で、呼吸入って、そうです。よいしょ、もうちょっと待って。OK! 素晴らしい。はい、そしたらですね、足ぐーっと遠くに伸ばします。上半身はね、完全に床についてぐーっと伸ばします。いきます。30秒です。で、足がね、こう遠くに引っ張られてるっていうイメージで伸ばしてください。ぐーっと伸ばして。そうです。頑張って待って。そうです。息止めないで。ふーっと伸ばします。脇腹あたり。この辺で全部伸びてる感じあると思いますよ。もう1ミリ伸ばす。そうです。すごい。もうやってる皆さんも本当に偉いですよね。そうです。OK。もうちょっと、ぐっと伸ばして。素晴らしい。はい、持っていきます。30秒です。ぐーっと伸ばして。この辺伸びてたら、OK。ぎゅー、吐いて。で、ゆっくりとお腹潰しましょう。ふーっと吐いて。頑張って。息吐いて。そうですよ。パタパタゆっくりして、ゆっくりパタパタしていきましょう。30秒です。よいしょ。どういうのだっけ。ゆっくりパタパタ両膝つけて、それでね、床につけるのが目標です。つかなくても大丈夫ですよ。やってるだけ偉いですからね。で、呼吸止めない。しっかりね、ストレッチしたらですね、睡眠の質もかなりね、上がるので、その日の朝スッキリ起きれたよっていうね、報告もかなりいただいております。以上、OK。 はい、そしたらですね、手と足を上に上げます。そしたらこういう感じでブラブラ立てていきましょう。いきます。スタート。そうブラブラちょっとね、体もクラゲになったような感じで、そうですちょっとね、人に見られたら恥ずかしいかもしれないんですけど、皆さん周りに人はいますか？寝る前って何してることが多いですかね、ストレッチ以外で。私はスマホを触って、一番良くないんですけど、睡眠の質を妨げると言われているあのネットサーフィンを寝る前にめちゃくちゃしてるんですけどね、やめられないんですよね。なんか皆さん何してますか、寝る前って。
オッケー。はい、そしたら次は手をぐっと上に伸ばします。伸ばしたらぐーっとね、この脇あたり、脇あたり伸びてる感じがするわけですよ。これ最後にね、30秒やっていきましょう。スタート。よいしょ、ぐーっと伸ばします。皆さん今日ね、本当にお疲れ様です。寝る前にやってる人どれぐらいいるのかな。もし寝る前じゃないよって方がいたらね、これ以上まだまだやりたいって方がいたら、おすすめのストレッチ概要欄に貼っておくので、そちらもやってみてください。Twitter とか Instagram をやってるのでね、もしよかったらそっちも遊びに来てください。本当今日はね、皆さんお疲れ様でした。もうよく皆さん眠れますように、頑張った自分をね、褒めてあげて、しっかり寝てください。では OK です。お疲れ様です。今回の動画がちょっとダメになって思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。おやすみなさーい。